いやいや、テレビの前の良い子たち、今日もマジカルハットを見てくれてどうもありがとうさん。今日もハット君は悪い自虐やコアルを相手にジバーってこのかっこよく戦うからね、ちゃんと見ないとバタレー。じゃじゃあもうな。パパはたまたま卵好き。食べないのかよ。よし、じゃあ僕が食べてあげる。あらららら、必殺麺取り。必殺麺はエビがため。何すんだよ、返せよ。こら、じゃあ僕がやるよ。まあ、どうしたのよ、ほっとけ。なんだよ、泣くことないだろう。食べたくなかったんだろう。具合でも悪いのか。熱はないようじゃが。変なやつ、どうしたのかしら。そういや、ここ2、3日元気がないな。そうよ、気持ちはわかるけど、魔界との通路は封じられてんのよ。やだやだやだ、帰るったら帰るんだ。そうだ、リュックになんか帰れるものが入ってるかもしれない。お父ちゃんならきっと入れてくれてるはずだよ。ねえ、探してよ。そんなもんあるかな。ねえ、まだ見つからないの。もう、あれ、どうしてめちゃこんなっちゃった。ほっとけんよ。アレフォーはお前が勇敢に戦うことを祈ってそのリュックを授けたのじゃよ。いくらアレフォーに会いたくても、自悪の野望を打ち砕くまでは帰れんのじゃ。それがお前の運命じゃ、王子としてのな。はあ、お父ちゃんに会いたいよ、会いたいよ、帰りたいよ。パパ。お坊ちゃま。オイラもパパに会いたくなっちゃったよ。まったくすぐに影響されるんだからどん。パパ。パパ。どうしたんじゃ。会いたかったよパパ。パパも僕に会いたかったでしょ。何を言っておる。昨日この水晶玉で会ったばかりではないか。でも急に会いたくなったんだ。ねえパパ。僕のこと愛してる？で、愛？愛してるよね。ね、ねえ。バカモン！何をつまらんざり言を言っておる。そんな暇があったらさっさと連中を倒さんか。パパ。バカ。オイラの気持ちなんかちっともわかっちゃいないんだ。くれてやる。坊ちゃま。愛してます、ドグ。この目を見てください、ドグ。ゲゲ。ああ、いやいや、それよりドグ、いいこと思いつきましたぞ、坊ちゃま。この島の守り神の竜を怒らせるんです、ドグ。竜？ええ、2、3日前に竜の伝説を小耳に挟んだんですが、遥か昔のこと。島の若者が竜神の森に住む竜の卵を奪って竜を怒らせたそうな。すると
三日三晩激しい雷と地震が続き、さらには火山が噴火し、島は真っ赤な溶岩と大津波に見舞われて全滅してしまったそうだ。そこでドグ、仏のホムシクを利用して、バニバニバニ、それは名案だ。でしょ、仏よ。お父ちゃん、ほっとけんよ。お父ちゃん、ほっとけんよ。お父ちゃん、どこ？ここだ、ほっとけん。うわー、いやー、幽霊だ。わしは幽霊ではない。お前の父アレフ王だ。でもお父ちゃんはそんな変な格好なんかしてないよ。それはだな、まあ、訳があって真の姿を見せることはできんのだ、ドグ。でも声だって違うよ。いや、それはだな、その風邪をひいたんだな。お前がわしの言う通りのことをしたら真の姿を見せてやる。本当？本当だともよく聞くんだぞ。うん。この島に竜が住むと言われておる森がある。竜神の森だ。その洞窟へ行って竜の卵を取ってくるのじゃ。竜の卵？わしの息子ならできるはずじゃ。お前ならばな、森の入り口で待っておるぞ。だっと、あ、だ、大丈夫？お父ちゃん、だっと近づくな、ドグ。近づいたら二度とわしはお前の前に現れんぞ。では、セユネカーだ。よしよしよし。おまりさん、竜神の森ってどこにあるの？うん、それならあっちだけど。ありがとう。あ、こら、その森に近づくんじゃない。うん、よしよし。なんですって？ほっとけがいないじゃと。そうなんだ、トイレにもどこにもいないんだ。ほっとけ、ほっとけ、あいつなら竜神の森だ。何、竜神の森じゃって、こりゃ大変じゃ。みんな急げ。こら待て、森に近づくんじゃない。せっかく寝てたのに。Thank you.
さっさと卵捨てろ。嫌だよ、絶対に嫌だ。ロボくん、なんか乗り物に変身しろよ。よいしょ、変身。諦めたわけじゃないわい。じゃあスピードアップにゃ。だろ、僕それはやんなくていいってば。死ぬかと思った。どういうことなんだよ、ホットケン。竜を怒らせたらこの島は天変地異に見舞われて全滅してしまうのじゃぞ。そんなこと言われたって、僕、お父ちゃんに会いたかったんだもん。どういうこと？それとこれとどういう関係があんのよ。お父ちゃん、なんであれがアレフ王なんだよ。よくやったぞ、ホットキン。さすがは我が息子だ。褒めてあげんぞ、いい子いい子。さあ、竜の卵を取ってきたから本当の姿を見せてよ。慌てなっち。その前に岩の上にその卵を置くのだ。卵は確かにもらったぜ。コアロ、なんでお前が。お父ちゃん、お父ちゃんはどこ。そんなもん最初からいないんだよ。バカなホットケンを騙して竜の卵を手に入れんのがアッシラの作戦だった、ドングね、坊ちゃま。そうそう、竜を怒らせればウソン島は全滅しちゃうんだもんね。わーいわーい、引っかかった引っかかった。バカー、二人とも絶対許さないからな。え、はい。卵を奪い返すんじゃ。よし、卵を奪い返して竜に返すしかこの島を救う道はないのじゃ。誰が返すかよ。だと思う、卵焼きにして食っちゃうよ。それもそうでんな。
ああ、竜がやってきたんじゃ。竜が泣いておる。我が子を呼んで泣いておるのじゃ。坊ちゃま、竜が来ますどぐ。慌てるな。この卵がある限り、オイラたちには手は出せないさ。おい、コアル、卵を返せないともう二度とデートしてあげないわよ。そんな冷たいことを。坊ちゃまはあんな女の言うことを聞いてはいけませんよ。わかってるよ。あんな乱暴で胸がなくてガニ股でズボンが破けてる女のどっこもいいことないドグ。よくもスピンちゃんの悪口言ってな。今日は晩飯抜きだかんね。いや、ごめんなさいドグ。卵が。すぐに殴るんだから、もう飛行に走っちゃおうかな。道具道具なんて。はい、行きますよ。よかった、なんともなってない。ハトくん、ありがとう。どういたしまして。手紙じゃ、手紙。はあ、ほら、アレフ王からの手紙じゃよ。はあ、お父ちゃん。元気でいることと思う。わしも元気だ。しばらくは会えないが、たとえ寂しくても弱音などは吐かず、魔界の平和のために頑張ってくれ。アレフ王の血を引く者として、王子としての誇りと勇気を持ってな。女の子を困らせるやつはこの僕が許さないぞ。次回、ハット大変身。あんなのかや。マジカルカルカレー絶対見